あなたはカルト宗教という言葉が生まれるきっかけとなった世界中を戦慄させた大事件を起こした宗教をご存知でしょうか。遡ることおよそ40年前の1978年11月18日のこと、とある宗教団体の信者たちが集団で自害したんです。その宗教とはジム・ジョーンズという男を教祖とした人民寺院と呼ばれる宗教。そしてこの教祖ジムの指示により信者たちは集団で命を絶ったんです。そしてこの惨劇の規模を知った当時の人々はこの人民寺院の恐ろしさに震え上がったと言います。教祖ジムの指示で命を絶った人の数はなんと914人。歴史上最大級の集団自殺を遂げた宗教人民寺院。なぜ人々は教祖の言葉を信じ死を選んだのか。そこには最悪の教祖ジム・ジョーンズによって作り上げられた支配の構図があったんです。最近 iPhone 12 Pro に変えたケンちゃんです。そんなことどうでもいい、ヤニヤニコです。つるつる。さて本日ご紹介するのは1000人以上もの人々を自殺に導いたジム・ジョーンズという非常に恐ろしい男。まあ、とてもねまともには思えないんですけど、そもそも彼は一体どうやってこんなにも多くの人々を彼の宗教に入信させることができたのか、それを見ていきたいと思います。教祖誕生。後に世界中を恐怖に陥れる教祖ジムは生まれながらにしてまともとは言えなかったんです。遡ること90年前の1931年、アメリカ中西部のインディアナ州でジムは誕生しました。そして彼の父親と母親はかなり異常なバランスの2人だったんです。ジムの父は白人至上主義の人種差別主義者、そして母はボランティア活動家というかなり極端な両親を持つんです。馬が合うわけがなかったのか、彼の父はジムが12歳の頃に家庭を捨て家を出ていきます。それが原因かジムの少年時代は全く友達ができなかったんです。そして何がきっかけなのか、宗教に強い興味を持つように。そんな同世代とは明らかに異なる興味を持つジムはガンジーや毛沢東、そしてヒトラーなど宗教家や独裁者についての書籍に没頭していくんです。いやいや、なんかちょっと子供の頃から異様な感じがするわよ、この子。ちょっと怖いですよね。まあまあそんなね環境だったんで、ジムがね、まあ幼い頃からこう宗教に対してね興味を持っていくっていうのはね、まあね当たり前の流れではあったんですよね。ジムの異常な興味はそれることもなく増長し続けました。そして少年から青年へと成長するにつれ、徐々に政治活動や宗教活動にのめり込むようになっていくんです。そして高校卒業後、マルセリーヌという女性と結婚。彼女の父は宣教師で、結婚を機にジムが選んだ職業は牧師でした。え、もう教祖になっちゃうの？まあもうすぐなるんですけど、まだそこまで行ってなくてね、まずはね、ジムはねこう牧師としてね支持者をねこう集めてたんですよね。牧師としてのジムが掲げていたのが人種差別の撤廃。白人至上主義だった父親の影響もあってか、ジムは人種差別に大きな疑問を抱いていたんです。彼は当時虐げられていた人々を救うべく、その雄弁な語り口で熱心に活動し、黒人を中心に人々から慕われるようになっていくんです。そんな民衆からの支持が集まったところで立ち上げたのが新興宗教団体人民寺院。1957年、ジムが26歳の時の話です。ただ自らの宗教を立ち上げたからといい、彼の説く言葉は変わらないんです。人民寺院の教義の柱は2つ。白人と黒人の壁を取り払う人種融和思想、そして貧富の格差をなくす社会主義思想、この2つなんです。いずれも世界から差別をなくすことを目的としたものでした。そして当時はまだまだあらゆる差別が当然のように蔓延する時代。ジムが叫ぶこのメッセージは差別を受けている人々の強い支えになっていったんです。またジム自身も嘘なく純粋な心でこの言葉を叫んでいました。ねえ、全然悪い人じゃないじゃん、むしろいい人よ。まあそんなね感じで思われるんで、この人民寺院はね結構スムーズにね世の中受け入れられていったんです。人民寺院でジムが行った活動は当然メッセージを発信するだけではないんです。不当な扱いを受けてきた人々を救いたいという思いがあった彼は、募った寄付金で福祉施設を立ち上げるなど弱者救済の活動を積極的に行いました。そしてこれらの活動が評価され、ジムは社会福祉活動家としてあらゆるメディアに出演、人々に知られるような存在となっていったんです。まあもちろんジムは差別のない社会の実現のために宗教の拡大に余念がなかったんです。ジムが34歳になった頃、徐々にその存在が世に知られてきたタイミングで、突如11台の大型バスを購入。そして毎年夏になると信者たちをこのバスに乗せ、アメリカ中に人民寺院を布教して回ったんです。この大型バスの集団は当時のアメリカの夏の風物詩のようになっていったんです。そして訪れる各地で行ったのがジムによる心霊療法。当時の医療では治らない病気を抱えた人々をジムは霊的な力で治療しようとしたんです。怪しいな。行く先々の人々の病気を治療したというんです。え、本当？まあらしいっすよ。
はい、アメリカ各地で不思議な力を使い病める人々を回復させたというジム。そしてその口からは人種差別の撤廃が叫ばれるんです。彼のその姿勢にアメリカの人々は熱狂しました。人民寺院の規模もそれに伴い急速に拡大。はじめは教義で救われる黒人や貧困層が信者の中心だったんですが、白人の裕福層までも取り込み大規模な宗教へ拡大していくんです。そしてこの勢いは宗教の範囲を超え始めていくんです。すごいじゃない。なんかこのままなんか平和な世の中実現できそうな人だけどね、うん、まあなんかそんないい風に思ってると思うんですけど、うん、まあ、この後結局ねこいつ集団自殺にねみんなを導くねやべえやつなんでね、うん、はい、急速に拡大する人民寺院。まあね、そうなるとね影響力は次第に信者だけにはとどまらなくなってくるんです。拡大するカルト宗教。ジムの手腕により徐々に規模を広げる人民寺院。宗教の立ち上げから16年経った頃にはその信者の数は7500人にも上ったんです。自分の理想を叶えるためジムが次に取り掛かったのが影響の拡大。そして規模が拡大した人民寺院は政治にもその手を伸ばし始めるんです。その影響力と財力を持って政治家たちへの献金を始めました。1975年には人民寺院がバックアップしたジョージ・モスコーニがサンフランシスコ市長に当選。ついに人民寺院は政治的な権力も得るような立場へとのし上がっていったんです。ちなみにサンフランシスコは人民寺院の本拠地があったところなんです、まあ、いかに地元で人気があったかっていうのが、まあ、これでわかりますよね。順調に規模を拡大した人民寺院と教祖ジム・ジョーンズ。しかし一つの記事をきっかけに彼を取り巻く状況は一変することになるんです。サンフランシスコの記者が人民寺院の元信者に話を聞いた記事が作成されたんです。しかし当時メディアにも大きな影響力があったジムはこの記事が外に出ることを妨害、なんとか差し止めまで持っていくことに成功したんです。しかし記事を書いた記者はこれだけでは諦めないんです。記者は別の雑誌に記事を持ち込みます。そして規模は小さいながらもこの記事が世に出ることが決まったんです。いやいや、ちょっとそんな、なんかお互いに必死になる記事ってどんな記事なの？まあね、それはこうね、ジムにとってね不都合な記事だったんです。人民寺院が、そしてジムが必死で世に出ることを恐れた新聞記事。その内容は人民寺院の診療療法が嘘だったということだろうな。人民寺院が圧倒的な規模まで拡大する大きな要因であるジムによる心霊療法、実はこれが桜の信者を使った自作自演だったんです。だろうなだろうな。元信者による内部告発はこれだけではないんです。なんと教団内部では暴力行為や強制労働、そして女性への暴行が常態化。これらの行為による信者の自害も後を絶たなかったんです。表向きは差別撤廃を訴え政治にも影響を与えていた人民寺院、しかしその中身は犯罪行為の温床だったという記事なんです。そして何よりこの記事なんですけど、世に出たらもうね言い訳も一切できないほどの紛れもない真実だったんです。あんなにそんな純粋な気持ちでさ、人種差別撤廃って訴えてたのにいつの間にそんなことになっちゃうわけよ。いやもう怖いっすよね、はい、何が変えちゃったのかしらね自分を。この記事の掲載が世に出れば積み上げた人民寺院の評価は地に落ちると焦ったのか、ジムはある決断をするんです。それは国外への逃亡。その国がこの後悲劇の舞台となってしまう南米のガイアナ共和国。ジムは1000人もの信者を連れてガイアナへの集団移住を決行に。規模がすげえわ。ガイアナのジャングルに広大な土地を確保し、そこに自分たちだけの居場所を作ったジム・ジョーンズとその信者たち。社会から孤立した彼らはここからあの最悪の集団自殺へと向かっていくんです。ついに大人気宗教の闇が暴かれてしまったんです。誰もそんな闇抱えてるなんて思ってなかったよ絶対、うん、孤立したカルト宗教なんですが、あんなヤバい内部事情がねこうバレてしまったことで、このままねジム・ジョーンズも含めて平和に暮らしていけるわけがなかったんです。動き出した一人の男。内部事情の暴露による糾弾を恐れ南米のガイアナへと移住したジム・ジョーンズ。ジョーンズタウンと呼ばれていたこの場所は教祖ジムを中心に1000人もの信者が共同生活を営むことに。しかしね、この隔離された生活を許さない人々もいたんです。ジョーンズタウンでの生活を認めない人々、それは移住した信者の家族たち。恐ろしい実態が暴露された宗教を信者の家族の多くは認めるはずもなく、家族を返せという声がアメリカ各地で徐々に大きくなっていったんです。そしてこの声に応えるため一人の男が動き出します。その男とはカリフォルニア州下院議員のレオ・ライアン。彼は以前からジム・ジョーンズに対し強い疑いを持っている人物だったんです。でもなんでこのダンディー男が動くわけ、うんうん、まあカリフォルニア州といえばね、この人民寺院の本拠地がねもともとあった場所なんですよね、うん、まあ、なので他の地区よりも、まあ、きっとね家族をね助けてほしいっていうね、そういう声がね大きかったんですよね、うん、
1978年11月、ライアン議員は視察団を結成。複数の人を引き連れ、ジョーンズタウンを訪れます。そこで視察団が目にしたのは、この街のあまりに異常な実態。まず、移住区は完全に男女が別。さらになんと、親子ですら別で生活させられていたんです。街には雑誌、テレビ、ラジオなどの一切のメディアが存在せず、街のスピーカーからは延々とジムの声が流れていたんです。怖すぎやろ。何より異常なのは、ジムの独裁とも言える体制。教祖ジムに背いた者は、容赦のない拷問を受けるなど、閉鎖され、情報も遮断された環境で、ジムの独裁国家が出来上がっていったんです。何みんな、みんなしてこんなとこいんの？早く逃げなさいよ。まあまあ、普通に考えたらそうなんですけど、情報手段もね、交通手段もね、全然なかったんですよ、ここ。なので、この街から逃げること自体が、そもそもね、困難な状況だったんですよ。そんな中、何を狙ってか、視察団が到着した日の夜、彼らを歓迎するパーティーが開かれたんです。怖っ。この異常な街で開かれるこの異常なパーティー、ライアン議員たちも居心地がいいはずがないんです。なんとか人々を救う手立てを考えていたであろうライアン議員に一人の信者が近づいてきました。そしてその信者は彼にこっそり一枚のメモを渡します。そのメモを開けたライアン議員は目を見張りました。そこにはこんな内容が書かれていたんです。ジョーンズタウンから出してください。やはりこの街にいる人々は全員が望んでそこにいるわけではなかったんです。逃げ出したいのに一人では脱出できない人の存在を知ったライアン議員は人民寺院の被害者たちを助けるべく動き出します。まあ、自らね望んでねこの町にいる人ばかりではなかったんです。というわけでね、ライアン議員はねこのジョーンズタウンからね人々をねこの信者たちをねこう救い出すことがねできるんでしょうか。まあ、そう簡単にね出たいからっつって出してくれるとは思わないけどね、ジョーンズが信者をね外に連れ出そうとしたねこのライアン議員に対してジム・ジョーンズがね見せた反応は結構意外なものだったんです。惨劇の町、ライアン議員と視察団に助けを求めたのは一人だけではなかったんです。他にも14人もの信者が同様にライアンに助けを求めてきました。そしてついに視察団がアメリカに帰る日が訪れます。ライアンは教祖であるジムに報告を受けた15人をアメリカに返すことをはっきりと伝えたんです。それに対するジムの返答は、戻りたければ戻るがいい。彼は意外にも信者たちがジョーンズタウンを出ていくことを簡単に認めたんです。意外にちょろいわね。いやー、まあね、そう思いますよね普通は。そしてライアン議員はねこのまま帰国の手続きを進めるんです。ライアンと視察団、それに15人の元信者が帰国用の小型飛行機に向かおうとした時のこと、その場にいたもう一人の信者も帰りたいとライアン議員に告げました。当然断る理由のないライアンは彼も合わせ16人の人々と共に平和な母国へ向かう飛行機に乗り込みます。その瞬間でした。滑走路に何かが猛スピードで突っ込んでいったんです。それは武装した信者を乗せたトレーラー。いや怖えわ。そして降りてきた信者は議員たちに向け持っている銃を乱射し始めたんです。彼らはジムを盲信する人民寺院の教信者たち、自分が築いた天国を壊させないためジムが命じたんです。そして実は最後の最後にライアン側に加わった信者、実はジムの命令でライアンたちを襲撃するための場所へ誘導するスパイだったんです。無防備状態で飛行機に乗り込もうとしていたライアン、視察団、そして元信者たち、教団の襲撃を防ぐ手立てもなく銃乱射の餌食になってしまうんです。この強行によりアメリカに帰国しようとしたほぼ全員が死亡、残りの数名も重傷を負ってしまうんです。いや、イカれすぎよ。怖くね、味方のふりしていきなり攻撃してきたさ、うんうん、まあでもねこれはねこの日に起こる惨劇のね序章にね過ぎなかったんです。視察団襲撃から40分後、教祖ジムはジョーンズタウンの信者たちを一箇所に集め演説を始めます。ジムは信者たちに言い聞かせます。ここで革命的自殺をせよと。襲撃により事実を知る者をアメリカに返すことはなくなったんです。まあね、しかしねこの事実が世間に知られればジムの作り上げた独裁国家がこのまま維持されるわけがないんです。もはやこれまでかと思ったのか、ジムは人民寺院の信者たちに毒を飲んで命を絶つように命令をしたんです。中にはそれを拒む者もいました。しかし一人がジュースに混ぜて毒を飲み出すと、次々と他の信者たちも無言で毒を飲み始めるんです。連鎖していく教信者たちの服毒による自害、中には逃げ出した人もいたんですが、そのほとんどが素直に毒を飲み静かに命が消えるのを待っていたんです。そしてその後ジム自身も拳銃で自らを撃ち抜き死を選ぶんです。こうして1000人ほどいたはずのジョーンズタウンの人々のほぼ全員、914人の命の灯火が消えていったんです。そしてこの事件により今ではおなじみの言葉が誕生しました。それが冒頭でもご紹介したカルト宗教という言葉、本来崇拝などを意味するカルトという言葉なんですが、この人民寺院の事件の惨劇により反社会的な宗教という意味を持ち、現在まで続いてしまっているんです。